こんにちは、黒戸和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ステージ3番目、ドラムソロで1、2って作ってきたので、ここは中級者用ですね。ワードが A から ABCDE まで全部揃えます。そして、3ストロークの A と B の組み合わせ。この組み合わせだけで、ドラムソロを作っていきたいと思います。これがこの辺までできるとコピーしても、アート・テイラーのドラムソロってほぼほぼこれの組み合わせで、コピーできるんではないかなと思いますので、やっていきたいと思います。まずじゃあワード ABC まではやりましたが、ここから D と E まで足して、基礎練習をやっていきたいと思います。まずワード A はハイハット踏みながら、こういった具合に、基礎練習みたいにこのワードをハイハット踏みながらやれることに慣れましょう。で、バスドラの動き自体は C はC と E は足の動きが一緒なので、バスドラハイハットバスドラになります。なのでここら辺をちゃんと、理解して、譜面をちゃんと理解してもらって、これがしっかりできるようにしておきましょう。3ストロークですね。3ストロークは A と B しかありません。まず今のところはね、 A はミミミミで、 B は右右左右右左です。これ非常に、これ急に難しくなったっていう人がいますが、実はやってみるとこのワード D とか E よりも実は、この3ストロークの AB の組み合わせの方が簡単だったりします。学生の中学生の女の子とかでもこの AB はできるんだけど D と E はつまずく子が多いですね。足がこう結構複雑になってきたり、裏拍から入るっていうのはかなり難しいです。例えばこういうフレーズと比べて、こういうフレーズの組み合わせの方が指定すると全然できなくなったりします。なので、3ストロークに関してはダブルが1個ずつしか出てこないので、右のダブルか左のダブルしか出てこないので、ダブルが身につきやすいですね。だからトライしてみると意外とできるじゃんってなることが多いので、とにかくちょっとずつゆっくりから必ず速くしていくと必ずできるようになりますから、 AB を、AB はかなり難易度低いと僕は思ってますので、頑張ってやっていきましょう。それではエクササイズ1ですね。普通の通常のこの辺を散りばめたフレーズ、ワード D、ワード A、そして3ストロークでっていうふうに裏から入ることが多いです。ね、BB を使ってで E につなげて、で、3ストロークで3ストロークを今度は3拍フレーズにして、それからワード D、 最初に出してきたワード D で戻るという形ですね。フレーズを最初に出したものがやっぱり後にも出てくるっていうのは非常に大事ですね。まずエクササイズでゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリー。こんな感じですね。非常に、複雑に聞こえますが、やってみると別にワードのこれの組み合わせだけしか使ってないので、この辺の練習をしていただけるとこれぐらいのドラムソロはすぐできるということですね。ちょっと早くやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。かなりかっこいいジャズフレーズになってきたでしょ。こんだけのことで実はできるんですよ。皆さんね、こうドラムソロやってっていうと、このこのワードの5つと3ストロークの2つで7つのワードだけ組み合わせてやってみって言うんですけど、結局何年経ってもドラムソロができないです、ドラムソロができない。書き出してちゃんとやってみる。自分で頭のフレーズが思い浮かぶまでちゃんと ABCDE そして3ストロークを繰り返すということですね。3ストロークは難しいという方、そして3ストロークよりも実は月に難易度が高いってやつですね。エクササイズ2に用意しました。A から E しか使ってません。D、A、B、D、A、E ですね。むしろ、C は一回も出てこないですね。これは、ゆっくりやるとこんだけですね。で、D、で裏からまあこれ手順的にはテンポが速い場合は左右に割ってもいいです。でこれは裏裏なのでフレジャズのフレですね。Eやってこれをフィルインで、じゃあこれを、ゆっくりからワンツースリー。感じですね。タタドタドンタタタタドンっていうのがフレーズ。タタドタドンタタドとちょっとフレーズをもじって、まあ、同じことを2回やってるので聞きなじみもいいですよね。テンポ早くやってワンツーワンツースリー。こういった具合ですね。これぐらいのドラムソロの方が逆に3ストロークを使うより難しいと僕は思います。じゃあそれは逆に3ストロークばっかりね。そうすると AABBABE ね。で今度裏から入って最後はまあなだれ込みで、裏から入って BABABBA ですね。ゆっくりやるとワン、ツー、ワン、ツー、スリー。こっちのが全然2番より簡単ですよ。はい、それではこのワード A も B も C も D も E も足で裏拍で終わるので、この後スペースいくら使ってもらっても全然いいんですね。だから例えばやると。こう長いドラムソロなんかの序盤戦だとこうやってなんか自分で問いかけてでなんか答える。まあ今適当にやりましたけど、こんなことももう非常に簡単にできますよね。だからこんだけのボキャブラリーが7つのボキャブラリーがあればいくらでも喋れるので、その何をしたらいいかわからないって言ってる人の気持ちがわからないでもないですけどね。僕も対処できなかったからね。なのでこれを普通に単語移動して、今までの3つのフレーズって実はスニアとバソラしか使ってないんですよ。単語移動をちょっとだけ入れてみました。そうするとちょっとカラフルな感じになります。やってみましょう。ワンツースリー。まあ、タマがちょっと入るだけね。ワン、ツー、ワン、ツー、ツー。はい、というわけでですね、この7つのフレーズをいろいろ使い合わせて自分で組み合わせたりとかですね、まあできれば適当に並べるよりかは「タドとタバダドウッパダドダデデブデブディド」みたいな感じで自分で思いついたように歌が思い浮かぶようにして前から順番に書いてってそれを体にインプットする。いろんな組み合わせをいろいろ毎日こう4小節作っていけばホーバーさんが全然怖くないですからね、こういったフレーズでこの8小節になったら8小節で組み立てよう。要はこう自分の歌が歌えるような感じ、こういうアイデアをいっぱいこうこのプリントでお渡ししてるのでこの辺をいっぱい組み合わせていただけるだけでステージ3までいけばね、かなりイエイって言われると思いますよ。ライブハウス行ってね、セッションなんか行ったりとかするとこの7つのフレーズを結構これだけ使いこなせてるとドラムソロでかなりイエイって言われると思いますね。だからこうああだこうだってタイムずれるよりもこうシンプルなことをやりながらハイハットを一定にして、ドラムソロができるようにするっていうところですね。これ中級者の方に非常にいいと思って作ってみましたが、是非ご活用いただければと思います。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。